智之さんの市ヶ谷チョコレート広場をお借りしましての、リフォーム中島商工公開練習っていうのを、行いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまず、こちらの場所で、こういった練習をすることになった経緯みたいなのを中島の方から一言お願いいたします。はい、今回、1.4 後楽園ホールの、タッグの、タイトルマッチに向けて、練習をさせていただくんですけど、やっぱり、チャンピオンチームに比べると組んでる機会が圧倒的に少ないっていうのが今の弱みだと思ってるので、それを克服しようと思って、今回この機会を、作っていただきました。で、なんで市ヶ谷を選んだかというと、りほさんの普段の練習の、その雰囲気とか、どんなことやってるのかとかをたくさん盗みたいなと思って、でそこでさらに成長して自分も成長しつつ、なんだろう、チームワークも深められたらなというのが今回の狙いです。じゃあ早速、はい、早速、はい、飛びますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。よいしょ、お願いします。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 技の強化とかもちょっと見ていただきたくて。そうですね。よし、ありますよ。あ、さすが。そうしようかな。何を代打キックとかを受けていただけたら。あ、はい。じゃあ、代打キック。はい、お願いします。中島さん、はい、せっかく市ヶ谷に来たので、ここから飛んでください。当たり前じゃないですか。ここでやったらリングと一緒でしょ。わあ、どうしよう。はい、じゃあちょっと怪我しないでくださいね。怪我はしないです。あ、怖っ。受ける方も怖い。いや、意外とすごいですね。よし、いきます。お願いします。怖っ。いいですね。いいです。早速、はい、いいのが来てしまいました。なんかあと何回行きましょう。お願いします。よくしょ、よくしょ。どうですか、普段のコーナーと。なんか、いや、なんかぐらつきはないんですけど、なんか足がどこに置いたら安定するのかっていう。いいですね、バランス感覚的な。お願いします。お願いします。はっ、あと何回行きます。あと1回だけお願いします。はい、お願いします。ラスト。よいしょ。そうそう。お、すごい。
お願いします。いや、ありがとうございます。これでバッチリですね。窓枠を、じゃあ寒いんで、あ、すいません、すいません、閉めます。はい、あの、そしたらちょっとお願いがあって、はい、何でしょう。最後に、ちょっと2分とかで、はい、あの、試合形式でスパーリングをやっていただきたくて、お願いします。お願いします。で、ちょっと小田さん叩いていただけると、レフリー、はい、ですけど、ちょっとじゃあ少し息整えましょうか。あ、すいませんちょっと休みます2人の準備を、大丈夫です。はい、お願いします。じゃあ2分間スパーリングをしていきます。はい、お願いします。取材の方に入らせていただきたいと思います。はい、というわけで、はい、じゃあ、実際ちょっと市ヶ谷で今ちょっと、まあ、簡単ではありますけど伊藤さんと練習してみて、中島さん改めて感想などお願いします。あ、はい、あの、ちょっと練習普段はあのリングでやってるんですけど、はい、こういうところで、そうですね、なんか足場の環境とかも結構なんか足腰がなんか普段よりバネを使わなきゃ上にも上がれない感じとか、結構あと窓枠とか狭いところで試合するのって結構頭を使う工夫がすごいいるなっていうのがあると思うので、なんかさすがですね、なんか自力がどんどんついていくような感じがあるので。じゃあ両さん、中島と練習してみていかがでしょう。あの、自分個人としてはあの水木ちゃんと坂崎さんに負けてないチームだと思ってるんですよ。でもチームワークがやっぱり向こうの方が組んでるしちょっと足りないかなっていう部分はあったので、こうやって練習できてなんかちょっとね、そうですね、ね、はい、これからちょっとずつ息を合わせられていけるようになるか、うん、1.4 まで時間ありますしね、はい、なんでちょっと定期的に通えたら絶対 お願いしたいですか。で、はい、思ってるんで、ぜひお願いします。やりましょう。練習しましょう。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、マスコミの方から何か、ご質問とありましたら先生よろしくお願いします。なんかやっぱり、はい、
番こう普段の練習と違うのを感じたのはどういうところですか？あ、なんか軽やかさが、なんかリホさんってなんか45キロと0キロの間を行ったり来たりしてるような気がして、なんかそこのなんか体の使い方とか空中感覚とかやっぱりなんか盗みたいなと思ってるんで、いいですね。なんかこういうところってなんかロープとかもないし、うん、なんか多分自分のバネがすごい大事になってくると思うんで、はい。リホさんは逆に普段こういう練習もして試合もして、はい、でリングでもやられてるっていう中で、はい、ここでやってきたことがあるとリングでもプラスになるみたいなことがあったりしますか？あの逆にリングで試合してこっちに戻ってくるとすごい足取られるんですよ。でもそれを普段あまり考えずにここで試合してるので、そういう部分でリングに立った時に歩きやすいじゃないですけど、ちょっとプラスになってるのかなっていう部分を感じますね。改めて今日お互いスパーリングをしてみて、お互いの持ち味とか長所とかを感じた部分っていうのがあれば、お願いします。そうですねやっぱりあの0キロと45キロ行ったり来たりしてると思うんですよ。すごく空中にいるときはなんか0キロになってると思うんですよ。で落ちてくるときになんか100キロぐらいになってたりとかなんか、はい、なんかそういうところのなんですかね、やっぱり軽やかさと、あと動きのなんだろう、なんかいろんな手の取り方、足の取り方とかもやっぱ違うものが学んでるものであると思うので、はい、たくさん吸収して、そして息を合わせられるようになっていけたらと思います。試合に向けて1月4日の段階で、チャンピオンチームに対してこの部分で上回っていたいっていうところっていうのは何かありますか？この部分で上回っていたい、連携からパワースクテクニック、いろんな要素あると思うんですけど、なんかそうですね、なんかユカッチミルピョンも多分ちょっと似通った要素があると思ってて、で、なんだろう、2人とも似てる。で、なんか我々も多分得意技とかは似てるてます、ね、と思うんですけど、多分なんか自力で強みは違うと思ってて、私はどっちかっていうと地面に足がついてる方が得意なので、なんでなんかそこのなんか違いをなんかすごくうまい感じで組み合わせら、せられたらいいなと思ってます。はい、自分はもう逆にチームワークで上回りたいなと思ってます。やっぱりそのいくら個人が強いって言われようと、勝たなければベルトかかってる試合なので全く意味がないので、ここはねチームワーク力でも上回りたいと自分は思ってます。はい、海子選手はこれでいっているんで、どんどん、ベルトが4冠です。やばいベルトコレクト。これまでキャリア中もない？ないですね、初めての4冠に向けて。4冠すごくないですか？4冠とんでもない化け物を生み出してしまうかもしれないですね。 1.4 で、はい、あでもそれはちょっと見てみたい、怖いもの見たさがあるのでなんかもうそこも、ね、なんか、まあ、私は一貫ですけど、はい、なんか頑張っていきたいですね。なんか絶対面白くなると思うので。このベルト、はい、タッグのベルト奪還についての思いというのは、奪還に思い入れやっぱり強いんですよ。自分は初代王者だったので、まあ、落とした時の悔しさはすごくあったし、で、まあ、その時のパートナーがユカッチだったんですけど、なんだろう、それで今度王者側対角に立ってるっていうのはなんか自分の中ですごく、あこの人は区切り区切りで私の前に立つんだなと思ってるので、まあ、あの6年目の始まりの年なのでね、はい、やっぱり自分の中でもリスタートを切れたらと思ってます。改めてなんですけど、今日は何ですかね、はい、一緒に練習してみて、その強さとかそういうところのちょっと秘訣に触れた感じというのはありましたか？秘訣に触れた感じはですね、多分なんかすごい頭は冷静なんだなっていうすごいあのそう、多分気持ちは燃えてるものとかもあると思うんですけど、その頭はすごく冷静に組み立てる人だなっていうのを感じました。じゃあ、まあ、今日は、まあ、組み合ったりとかっていうのが多かったんですけど、この2人
2人の合体技とかっていうのをこう考えてやるのってありますか？はい、実はあります。ありますよね。実はあるんです。でもちょっと今日それの強化特訓とかもやろうかと思ったんですけど、何も公開でやることはないかなと。攻略方法を相手にそうですよ、ね、提示してるようなもんですもんね。与えるんだったらちょっと秘密にしといて、これからはもうちょくちょく磨けたらっていう感じですね、うん、2人チーム名とか考えてますか？チーム名考えてないですよ。いや、おかしいだね。いや、どうしましょうか。実は考えてるんですけど。本当ですか？はい。いいですか？じゃあリホさんが考えてなかったっていうことなので、ここで私が決めさせていただきます。お願いします。その名もツインカムモンスターです。お、ツインカムモンスター。ツインカムモンスターです。どういうモンスターはなんとなくわかるんですけど、ツインカムとはなんか一ついのみたいな感じのニュアンスで付けさせていただいたんですけど。多分2人ともモンスターだと思うんですよ。なのででツインカムっていうのは私の大好きな特装戦隊デカレンジャーのピンクとイエローがツインカムエンジェルっていうタッグなんですよ。タッグチームで活躍してて、それだけで映画1本できたぐらいすごい、すごい人気のある人気のあるピンクとイエローのタッグチームなんですよ。ちょっとそれにあやかりました。ツインカムモンスターでも完全かわいい、かわいいじゃないですか。かわいいです。完全に私の趣味です。ツインカムモンスターよろしくお願いします。ツインカムモンスターです。じゃあ、まあ、大怪獣と女子プロ界の怪物みたいな。はい、2人ともモンスターです。モンスターですよね。